はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、立夏、新規カードが実装されましたので、使っていきましょう。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。これ、ソロモードでですね、ゲットできるようになってまして、このソロモード、舞い降りる立夏の星ってやつね。これね、新規カード2種類来てんですよ。立夏コンコンっていうカードと、あとそれからこの、立夏の白姫っていうカード、これ2個来てるんですけど、これ両方ともめちゃくちゃ強いです。はい。立夏始まりました、ついに。やっと。このどういう効果持ってるかっていうのをちょっと説明していきたい。まあ、立夏の動画もう2本出してるんで、僕。はい、実は。まあ、立夏ファンと、言っていいんじゃないかなと思うんですけども、立夏コンコン、これがめっちゃ強いですよ、このフィールド魔法。ジョノブフィールド上に立夏モンスターが存在する場合、デッキから立夏魔法トラップカードを1枚、魔法トラップゾーンにセットできるよと。で、一応植物属縛りついちゃうんですけども、立夏の魔法トラップカードって強いの多くて、薄らい、効果無効する薄らいとか、あと、新進っていうね、自分の墓地から植物蘇生するやつとか、あと植物サーチ、立夏サーチか、植物サーチできる、絢爛っていうカードとか、この辺がセットできるよっていう効果ですね。で、味噌はですね、このカードの2番目ですね。一旦に一度自分が立夏カードの効果を発動するため、自分のフィールドの植物モンスターをリリースする場合、自分のフィールド上の植物モンスターいった代わりに相手のフィールドのモンスターをリリースできる。代わりに相手をリリースできてしまう。まあ、怪獣とか、怪獣はちょっと違うから、ルール効果だから。ディストピアみたいな感じ。シャドウディストピアみたいな。あんな感じです。はい。だからまあ、立夏版シャドウディストピアですね。イメージ的には。これのね、2番の効果でね、例えば、絢爛でね、絢爛で相手の、モンスターをリリースしながら自分のモンスターをサーチしたりとか、あと、ボタンの効果で相手のモンスターリリースしながら展開したりとか、これめっちゃ強いんですよ。このカードが先行でも後攻でも強いです。で、白姫っていうね、このモンスターも追加されてまして、これもめちゃくちゃ強いです。自分のメインフェーズに手札から特殊感できるよっていう、もう単純に特殊感できる効果があって、まあ、一応ね、こいつがいると自分は植物属しか出せないよっていう、縛りがついちゃいます。まあ、自分どかせば、植物縛り消えるんですけどね。で、自分のフィールドに立夏モンスターが存在していて、相手のモンスターの効果が発動すると、手札墓地のこのカードをデッキに戻しながら、植物をリリースして、発動した効果を無効にするよという効果があるので、まあ、一応、特殊召喚して出てきて、リンクスライとか、エクシスライになった後に、もう一回仕事してくれるっていう感じなんですよね。これがめっちゃ強いですね。まずね、立夏ってやっぱね、横に展開する能力意外とないんですよ。なんですけど、白姫が来たことによってそれがカバーできて、で、さらに一応、無効効果も結構、用意しづらいんですけど、それも、2番で、解決できるということで。で、しかも、この、白姫の効果、リリースするの代わりにね、コンコンで相手のモンスターにすることとかもできますからね。めっちゃ強いです。まあ、何が強いってやっぱね、これが来たことがやっぱいっちゃ強いから、まあ、これのちょっと強い使い方を、ご覧いただければな、というふうに思っております。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ハンドは強そうではあるが、ちょっと増殖する G とか裏とか弾けないんでね、ちょっとね、このデッキちなみに増殖する G バカ重いです。死ぬの特殊がするんで、まあ。とりあえずね、増 G とかケアできないんで、もう白姫から行くわ。よし、OK、ない。OK。で、コンコン発動する。で、コンコン効果、一旦薄らい、何もなさそうですね、相手ね。なるほど。じゃあ、コンコン後でもよかった説あるか。まあ、とりあえず、絢爛発動するか。絢爛発動。で、モンスターはリリースする。白姫リリースして、フーリームと白姫。ちなみに、白姫ちゃん特殊召喚から入ってるんで、召喚権ちょっと余ってるんでね、これができるのが強いですよね。で、プリム特殊召喚。はい。で、普通に召喚だな。一回白姫召喚。で、レベル4のモンスターが2体。来るぞ、ユーマちゃん。現れろ。これが、立夏の最強中継地点。立夏星、ストレナイ。そして、回収する意味あるな。回収する意味ある。で、立夏星ストレナイの効果。オーバーレイミットを1つ使い、自分の墓地の立夏カードを1枚回収することができる。ちょっと魔法カードも使えねえから、いいや。ほんとハイペルトの下に加えたかったんですけど、ちょっと魔法カード先発動しちゃったんで、
で都合によりこうなる。でセリオンズ、リリーボレアとスノードロップを特殊召喚し、そしてストレイナーがリリースされた場合効果を発動するぜ。エクストラデッキからインチキエクシーズができる。うおー、インチキエクシーズ。そして、いやーでも待てよ、ダメだな。いやこれリリーボレア効果発動しても意味あんまないな。もういきなり行きましょう。これが立夏の使用最強切り札、立夏星ティアードロップ。うわっ、かわいい召喚ムービー、マジでいい。この召喚ムービーは本当にいい。これでいいんだろうな。これで一応ですね、モンスター効果を無効にして破壊するよっていう効果と、あとリリースして、相手のモンスターをね、リリースできるよっていう効果と、あと、白姫でモンスター効果を無効にするよっていう効果と、あと、薄らいがあるんで、一応4妨害構えてはいます、一応。一応ね。開門は、スプライトですね。着地狩り講座始めます、これ。これ着地狩り講座、貫通される可能性があるんで注意してください、これは。やばい。開門マジ強いから、もう本当にやめてほしい。いや、これ、もう無効にして破壊した方がいいな、これ、じゃあ。無効にして破壊。ハイペルトンの効果。相手がモンスターの効果発動すると、同じ種類のエキシーズ素材を取り除いて、その発動した効果を無効にして破壊することができる。これがね、破壊だから強いんだね、ハイペルトンは。ただし、開門の効果で蘇ってくるんで。あ、スターターもあんの、あかん。いける、まだいける、まだ俺は相手のモンスターを処理することができる。任せろ、これが根本の効果だっていうことを分かわしてやるぜ。 OK で、ブルー効果ね、ブルー効果に、チェーンして白姫効果、無効にする、相手が発動した効果を無効にしながらリリースするのを、これ相手のモンスターにしたいんじゃない、根本の効果で相手のモンスターをリリースして相手の効果無効、よっしゃ、これでレベル2が並ばないで、次開門だけだな。とあと開門の効果で暗黒の超雷神が墓地から蘇ってくるから、その蘇ってきたやつをティアードロップでリリースすればいける。これですよ、これがね、立夏の着地狩り講座ですよ、これ。3回着地ができます、これ最大きた。で、はい、いいでしょう、いいでしょう。でドライバー捨てて、暗黒の将来神特殊召喚で、ここ絶対レベル2は盤面に残さない、絶対レベル2を盤面に残してはいけないっておばあちゃんが言った。シューオッケーオッケー、ここで緊急テレポートとか言われたら俺終わるけど、大丈夫。まだ一応薄らいはあるんだけどね、薄らいで一応効果なんかその発動できないみたいな状態にはできるから、ギガンティックスプラス出てきたら一応なんか耐えるみたいなのできるんだけど、よしエンド、オッケー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 、クロスいらない、あとはキル取れればいいんだな。絢爛発動で絢爛効果、モンスターリリースしない、デッキからモンスター持ってきますよの効果、オッケー、通るで、ひとひらから召喚しに行く説ある、召喚して何だったんだ、誰もいない、6900か、6900だっていけるか、さすがに。で一回ハイペルトン効果発動、ハイペルトン効果で魔法カードを吸収、ここで一応魔法カードをね、無効にするよっていう効果使えるようになりました。自分のターンだとなんか素材を供給して相手のターンで無効にするみたいなモンスターなんですよね、ハイペルトンって。てかハイペルトンってどのテーマこのなんか謎の植物族、このモンスターってこれ何のテーマ、カードで、ひとひら召喚で、ひとひら効果発動、デッキから立夏モンスターを手札に加えるか墓地へ送るという効果、白姫手札に加えていく、オッケーで、白姫は、特殊召喚ができる、これがね、俺持ってきて特殊召喚できるのマジ強いんだよ。これがさ、だってさ、増字ね、増字はいいや、もういいわ、増字は通す。今までモンスター数増えませんでしたからね、マジで。ここでボタン持ってきて、ボタンで絢爛持ってきて、で絢爛でリリースして2体持ってきても、なんかもうモンスター場にいないみたいなこと起きたんですけど、ここで2体でね、
モンスターが出せなかったんで、まあ、これでジャスミンからなんか展開伸ばしたりすることもできるんですが、今回はこれでライフが足りてるんで、バトルフェーズゴー、しゃー、これが新たな立夏のパワーだ。先行4妨害は強いだろう。こんな可愛い顔して先行4妨害してくるの、このデッキマジ。あー、高校ゲーム参加権は来ている。これが通るかどうか問題。いや、一応ですね、あの冥王結界杯入れたんですよ、デッキの中に。なんで一応高校ワンチャンみたいなとこあります。マジで ないとね、高校まくれんくて腐ってなるんで。いや本当にだからね、一応高校まくっていくためのこの増殖する G 君が通ってくれないと困るんだけど、頼む。よーし、よし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 、俺はまだ遊戯王ができるな。遊戯王していいらしいわ。で、サモンプリースト効果発動。で、モンスター特殊召喚、ゼアルサーバスね、オッケー。あー、ホープね。ホープ。エクシーズ、チェンジ、タクティクス、やばい。相手めっちゃドローしてくれ。これどこまで行くんだろう。なんか、ゾウジー通ってるし、ライオンホープレイぐらいで止まってくれたんだけどな。ザブル、はい。これ全力展開すると多分結構ドローさせると思うんですよ、ホープって。いや、言うでライオンホープレイストップでしょ。多分。ちげえかな。タクティクス引いてるの強え、これ。相手も、俺もドローするけど、相手もめっちゃドローされるよ、これ。お前もドローする。俺もドローするけど、お前もドローするってことか。やるじゃねえか。ダブルいいだろ。で、ダブルアップチャンス。ダブルアップチャンス。オッケー。で、ライオン、フォープレイ。オッケー。そこで止まってくんねえかな、マジで。でもこれ止まるよ、多分。でもさすがに止まりそう。なんか。オッケー。ペガサスでしょ。ペガサスね。いや、なんだかんだ辛いけどな。ペガサスインセイバー。モンスター効果向こう。トルネードブリンガー装備。はい。で、これは対象できない。なるほど。対象に取れない。対象に取れないのきついか。いや、関係ねえな。多分ね、コンコン来てるな。関係ねえわ。関係ねえ。ちょっと、状況処理しましょう。ペガサスインセイバーで、ライオンホープレイで、これでモンスター効果向か2回向こうだよね。2回向こう。でトルネードブリンガーで効果の対象にできない、アシュラブローはめっちゃ攻撃できる。はい。ってことは、魔法カードの向こうないですね、相手。魔法カードの向こうない。あれえ、これ分からせちゃう、これ。分からせることできそう。これなんか、ドヤ顔で8300のライオホープレイ立てて、ドヤー言うてっけど。立夏絢爛発動。コンコンの効果によって相手のモンスターをリリース。あまりに理不尽。あまりにも理不尽。相手のモンスターリリースしてカード2枚サーチしてんの草。植物だけにね。植物だけに草ってか。あ、で、立夏のひとひら召喚して、これパラレルエクシードいるんで、ドリアス行きましょう。これね、エクシードのね、効果がね、植物族縛りついてると出せないからさ、ここはちょっと難しいところなんだけど、まあ、一応こいつ1枚で、ストレナー出せるめっちゃ強いカードなんですよね。なんで俺入れてるんですけど、ね、ここね、多分ね、シンラのね、ピオネっていう新規モンスターとか来たら、多分これ抜けると思う、多分。抜いていいと思う。ピオネがめっちゃ強いからさ、モンスター2体出るとかなり展開力が上がるっていう感じになるんですよ。はい。まあ、ピオネの効果知りたかったらよかったら調べてみてください。植物族好きな方はね、全員ピオネの術止まってるんですよ。とりあえず白姫出して、でボタン白姫リリースして出して、なんかドリアスでもよかったけどな。まあ、一応白姫がね、植物族リリースして、相手の モンスターの効果を無効にするよっていう効果は手札からでも墓地からでも使えるんで、これ結構強いんですよ。とりあえずこれ薄ライディーや、余ってるから薄ライディーで、スノードロップ効果発動。スノードロ効果でストレナエをリリースして自身を特殊召喚するときにリリーボレアも一緒に出てくる。ウィで、ストレナエ効果リリースされるとエクストラデッキからインチキエクシーズできる。うおー、脱法インチキエクシーズ現れろ。ハイペリトン、そして、
これはここ使っていいですね。立夏コンコンの効果発動。立夏コンコンの効果にチェーンしてハイペルドンの効果、魔法カードが発動したので魔法カードを自分の墓地から吸収。これで一応魔法カードかモンスターの効果を止めることができる、相手のターンに。まあ多分このターンで勝つけど。で心身セットで、さらにセリオンズリリーボレア特殊召喚。どうよこの展開力、この展開力、まあ、こんだけ引かせてくれたらそうなるけどね。大体こうして、でスノードロップの効果、自分フィールドのモンスターのレベルを全て8にする。そしてレベル8のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを欲しく、エクシェンス召喚、あらあれよ、立花生ティアードラップ、美しい美しい、なんという美しいモンスターバトルビーズ、ゴー。この展開力がね楽しいんですよ。立花は対戦ありがとうございました。みんなも立花使おうぜ。冥王結界派やっぱ最強だわマジで。冥王結界派打ったらサレンダーされるみたいな結構あるわあーやっぱあのカード最強だな、まあ、マジで入れとくだわ。今なんかスプライト多いし、なんかメインから入れた方がいいんじゃない。みんなやべえ、地獄みたいなデッキきた。おふざけんねえこれ、なんだこれ、年早くぞか。おきま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 、何こいつ、金も12000にしてくれたけど、俺のライフ。アフターグロー、やばい、デッキトップアフターグローにされたぞ。次のドローフェーズにあれを引くと4000ダメージだ。でもこれ殴ったら勝ちとかいう説ある？やべえ、ちょ全然見てなかった。これさあ待って、全然見てなかったんだけど、一時休戦とか使われてます？展開長すぎて見てなかったんだけどさ、一時休戦的なカード普通に使われてたら終わるんだけども、いやこういうデッキって大体入ってんだよね、一時休戦。うわ使われてる、終わった、受けるダメージゼロになるきっしょ。このターンでエクゾディアを揃えたら僕が勝てますこのターンでエクゾディアを揃えることができる、またはターンをスキップすれば俺が勝てる、つまり負け。やばい、アポリアのアフターグロー成功しちゃったおっとこれ世界救えるんじゃね。